はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。で、このチャンネルではですね、私が、ほぼ、毎日1日1冊を目標に本を読みまして、その内容を、この動画形式でレビューをしていくという内容になっています。で、紹介するのが多いのはビジネス書であったりとか、まあ、心理学についての本、あとは最近お金とか投資についても勉強していて、まあ、そういった内容を紹介しています。で、他にはまあ習慣化であったりとか、また英語の学習についても、紹介することがありまして、まあ、今日は英語の学習についての、レビューをしていきたいと思います。で、今日ご紹介するのはネイティブスピーカーの全知識というタイトルの本になります。で、まあ、最近ですね、これの、ネイティブスピーカーの英文法というタイトルの本をご紹介したかと思うんですけれども、まあ、それの、次の、版というかですね、まあ、パート2みたいな形で、出版されている本になります。で、内容としてはですね、もうこれはもうタイトルそのままですね、ネイティブスピーカーの、人が、まあ、全知識を使うときに、まあ、どういった感覚を持って使っているかと、まあ、ネイティブスピーカーが使っている全知識という意味で、まあ、その感覚っていうのを説明している本になります。で、もう 本このページ数自体ですね、150ページぐらいなんですけども、内容すべてが基本的にはもうその全知識に割かれてます。で、特徴的なのはですね、その、まあ、もちろんいろいろな全知識を紹介しているんですけれども、イラストがついています。で、例えばこれはオーバーっていう、全知識の説明なんですけれども、何か物があって、その上を人がこう飛び越えていくようなイメージ、まあ、これがオーバーのイメージですよっていう説明であったりとか、ちょっともう一点ご紹介しますけれども、例えばちょっと分かりやすいのを少し、ご紹介したいと思うんですけれども、まあ、ちょっと今すぐ出てこないんでごめんなさい。インっていう言葉ですね。まあ、インっていう、全知識は、まあ、こういうイメージですよと。まあ、例えばインっていう言葉ですね。非常に、言葉っていうか全知識は、非常にもちろん、よく使われる全知識で、まあ、例えばインフェブラリーとか、in 1994とか、まあ、そういう使い方をされるんですけども、今、まあ、月であったりとか年に関しては in で表現をしましたけれども、まあ、混乱されがちなのは、じゃあそれが曜日の場合は on Monday になったりとか、時間の場合であったら at 3pm とか、まあ、ニュアンスというか使い分けが出てきます。で、そういった時にそのネイティブスピーカーがどういったニュアンスでその in と on と at を使い分けているかとか、まあ、他の例で言うと、例えば to なのか for なのか、また on なのか with なのか by なのか、まあ、こういったニュアンスっていうのを、まあ、理解するのに非常に、有効な本だと思いました。で、やっぱり一番ポイントになっているのはこのイラストですよね。このイラストを、まあ、より理解すると、ネイティブの感覚に近くなるんじゃないかなというふうに感じました。で、まあ、ちょっとあえて、まあネガティブなところっていうか、を、まあ、ご説明するとですね、一番最初に、お見せしたイラスト、例えばこれ4で言うと、まあ、こういうイメージですっていうのが書いてあるんですけども、まあ、読み進めていくとですね、その応用例として、まあ、いろんな4がありますよということで、ちょっと、もっとより具体的なというか、さまざまなその4を説明するイラストがたくさん書いてあるんですね。で、ここの部分は個人的にはいらなかったんじゃないかなということをちょっと感じました。なので、もしこれ読まれる方がいらっしゃったらですね、そのこういう細かいイラストに惑わされずに、もうあくまで4っていう単語が持っている一つのイメージっていうのをまず最初に理解していただくと、このイメージだけ理解していただくと、まあ、それで十分使い分けられるんじゃないかなというふうに思います。で、それはなぜかというとですね、もちろん英文法なので基本的には正解というものがある程度あります。なので、日本語で私はって言わなきゃいけないところに私にって言ったら、まあ、通じないと、まあ、そういうミスはもちろんあるのできっちり理解しなきゃいけないってことは間違いないんですけれども、実際に今私がアメリカで生活をしていまして感じることは、例えばネイティブスピーカーでもですね、喋っていて、例えばブラ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 って言った後にオンって言って全知識をチョイスする時もあれば、場合によってはそこをインにする人もいますし、ウィズをチョイスする人もいます。で、もちろん使えない文法もあるので、それは一つ一つ覚えていかなきゃいけないんですけれども、ニュアンスをやっぱり出そうとするとですね、ネイティブスピーカーも、オンだっけインだっけって考えながらこう使い分けてるっていうことが、まあ、最近分かってきました。で、実際自分自身もですね、こうなんか
イディオムを話すときに、やっぱりその話していく中でニュアンスを出したいときが出てくるんですよね。でそういうときに、あれここってオンだっけ、インだっけ、ウィズだっけ、どっちでもいいんじゃないとか、まあそれだったら、まあ一般的にはウィズ使うんだけれども、こういう場合はまあオンでもニュアンス出るかもねみたいなことを教えてくれるときもあります。なのでまあそういうなんていうのかな、感覚っていうのをまあ、身につけたいなというふうに考えてらっしゃる方がいれば、読んでみると、まあ、参考になる部分があるんじゃないかなというふうに思います。で、著者は実際にですね、イギリス人の方が、まあ、連名で入ってますんで、まあ、この方が、書いてるんで間違いない感覚だと思います。はい、今日は以上です。